えっと名前はえ粉ごなと言います。粉ごなえっ、ー、と年齢はえ二十四。お祝いメッセージと黒人にお願いこのゲームはやるなどれがいいテーマ。お願いお願いします。オッケー黒人のお願いどれでしょうか。はい。いや僕ちょ以前からうん何回か DM 送らせてもらってて。え？うん。んそうめちゃくちゃこう珍しいと思うんですけど。うん。ピクミンやってほしいんですよ。<laughs> えちょっと DM 来てねえよそんな。え来てる？ いや、一回送って、で、それ突然ときにも取り上げられてて、最近来たのはピクミンぐらいやでっていうふうな話を黒人さんもしてて、ピクミンせ。いや、ピクミンでも200人になっちゃうじゃん、はい、あれ。いや,いや、いやじゃ400人は来てたけど、ん <laughs> 減るじゃないですけど、変わらないですけど、いや、絶対や、無理か。黒人さんでも無理か。いや、分からん。今だったらいけるかもしれん。<laughs> いやいやいや、いや無理か。俺のゲーム配信力がもうちょっと上がってて、今。 確かに確かに。上がってて、なおかつ、今、ぐいぐい来てる可能性があるから、でもさ、それが、それやって俺が終わる可能性もあるんだよピグミンで。まあ確かに、パワープロもひどかったしな、なんだ、お前。すいません。すいません。個人的にちょっとパワープロはやばかったの。え、セキロめっちゃ面白かったですね。あ、りがとう。あ、じゃあ、じゃちょっとパワープロは、あれなんだよ、ちょっとね、気持ちが入んなかったんだよね、多分な。 ああそうかもしれないですそうキロはでもこれからやるからワンコインクリアやるから待っててポケモンもでも五分五分やな思って見てますポケモンはどうなのポケモンはいやちょっと難しいじゃないですかなめんなお前俺を見てろマジで俺のポケモン買ったからやるから赤はいもう絶対見ますわかったえでいつから見てんの俺のことはいや1年半ぐらい前かもしれないですねあのどこでどこから梅原さんを結構僕もともと興味あってでなんか KSK と黒人の歴史的和解っていう YouTube 動画があげられててあった、ね、あ 2>, 2人とも知らなかったんですけどなんかんよう分からなくてポチってしたらなんかカタンの待機画面出てて何やってんのかなと思ったら R さんが頑張って中を取り持ってくれて R さんがそ,う <laughs> その割になんか叩かれてて <laughs>。 そう、アルさんがな。やばくアルさん、かわいそうだったな、あれな。すげえ、俺とケイスさんとかさ、梅原のバランスよく、うまいことをやってたのに、いきなり、一番叩かてたもんな、かわいそうだったな。あれ、かわいそうだった。めちゃありがたありがたかったのに。なるほどね。はい。じゃあ、そっから見ててことで、じゃあ、じゃあ、ちょっと、ピクミンな、ちょっと考えれば、さすがに。いや、まあ、やらなくてもいいです。言いたかっただけです。終わりた。じゃあ、ありがとう。また、またよろしくお願いします。はい。はい。あ、ピクミンのこと聞いてもいいですかどうぞ。はい。 あの、ピクミンって1から3まで出てますいや僕やったことないじゃんからないです。